クリミア大橋、または、ケルチ海峡大橋は、ロシア連邦クラスのダール地方のタマン半島と、クリミア共和国のクリミア半島の間を結ぶ、全長 18.1km の鉄道道路、平洋橋である。ロシア本土と、クリミア半島の間を結ぶケルチ海峡フェリーの、代替として建設された橋である。2015年5月に建設工事が開始され、 道路部分は2018年5月15日に開通した。鉄道部分は2019年12月23日に開通した。ケルチ海峡に橋を建設する計画は19世紀から存在し、1903年にはロシア皇帝ニコライ2世により計画されたが、日露戦争及び第一次世界大戦の影響もあり実現しなかった。 第二次世界大戦中の1943年、ナチスドイツの軍事将、アルベルト・シュペアが、下境計画を提案した。コーカサスの戦いを、ドイツ国防軍に優位に進めることが狙いであったが、すでに、ドイツ軍は劣勢に転じていた。撤退に合わせて、東都機関は、ケルチ海峡に1日あたり1000トンの輸送力を持つ、ロープウェイを建設した。 同年3月7日にはドイツ総統アドルフ・ヒトラーが6ヶ月以内にケルチ海峡に鉄道道路併用橋を建設するように指示した。4月には東都機関が工事を開始したが9月1日にはソ連軍の総攻撃が始まり撤退を余儀なくされた。この時点で全体の約3分の1が完成していたがドイツ軍は撤退の過程において 橋梁のうちすでに完成していた区間を爆破した。赤軍によるクリミア解放後にドイツ軍が置き去りにした資材で延長 4.5km のケルチ鉄道橋が建設され1944年秋に仮開通したが1945年2月に特定の欠陥や流氷の影響により崩壊した。第二次世界大戦後もソ連政府により ケルチ海峡への佳橋計画をめぐっては、様々な構想が浮上した。1960年代中盤以降は、ケルチ水力発電所計画によりダム及び橋を建設する計画が浮上したが、ソビエト連邦の崩壊の影響で実現しなかった。2010年には、ウクライナのビクトル・ヤヌコービチ大統領及び、ロシアのドミートリー・メドベージェフ大統領が、 ケルチ海峡への加強計画に合意し、署名を行った。2013年11月のウクライナ EU 連合協定否決により、加強計画への関心は、さらに高まった。2014年1月には、ウクライナロシア両政府が、両国の合弁会社が協梁を建設し、ロシアの国営企業であるロシア高速道路公団が、管理を行う方向で合意した。 ウクライナ経済発展貿易省は5年間で1.5から3億ドルを要すると概算した。2014年2月初頭には、イーゴリ・シュワルフ・ロシア連邦第一副首相がアブトドルに対して実現可能性の研究報告を2015年までにまとめるように指示した。2014年3月のロシアによるクリミア・セバストポリの返入により、 ロシア・ウクライナ両国間の関係が崩壊した最中にウラジーミル・プーチン大統領がケルチ海峡に鉄道道路併用橋を建設することを表明した。2015年1月にはプーチン大統領と信仰が深いと報じられているアルカディ・ローテンベルクが運営するストロイガズ・モンタジ社が受注した。SGM 社はパイプラインの建設には関わってきたが、橋梁の建設は これが初めてである。橋の完成に対して、ウクライナ政府は違法な建設とコメントしている。また欧州連合はロシアによるクリミア併合に対する経済制裁の一環として、大橋建設に関与した6つの企業、団体の EU 域内における資産凍結などの措置を2018年7月31日発表した。クリミア大橋20 2 0年。ありがとうございます。